はい、それではスーパーファミコンのファイアンブレム紋章など暗黒戦争編のパート30ですね。少々お待ちください。はい、バスでいらっしゃい。そりゃ枠ですよ。だね。そうね、いい加減このカードなんていうのをやめなきゃなぁと思ってるんだが、まあ、最悪ワープ、ワープだな。最悪な。ただワープな、すでにもう4だからな。温存したいといえば温存したい。そうだな、わら。ワープ使うならその足で盗賊倒した方がいい。そうなんだよね。4個目さんいらっしゃい。そうなんだよね。結構いやらしい配置になってんだな。あ、ここ、この横飛び越えられないのか。移動不可か、ここ。それはさらにいやらしい感じになってんだ。確かワープは密手に入るんじゃなかったか。ああ、そうなのね。うろ覚えだけど。こいつが次のターンどこに行くんだ？ああ、もうここまで行くのか。最悪銀の槍でミネルヴァで一撃で倒せる。うん、間に合う。うん、間に合うね。で、銀の槍ほふればね、一撃で倒せる。まあ今、わかった。あとは、できれば、二人で倒したい。ただそのためにこいつをどうにかしないかなぁ。倒した後だよね。そう、倒した後なんだよ。基本的にほとんどのマップで盗賊対策は最初から全力で移動すること。だねー、遅かったねー。ここからだとして。あー、間に合う。ミネルヴァは間に合う。じゃあ、ミネルヴァガードをしよう。あ、ここじゃねー。一旦でも、バス、するときつくなる。だねー。こことここに置いて、で、ミネルヴァをここで、ガードしてもらおう。
で、シーダはちょっと間に合わんな。シーダは移動力が足りんかった。ちょっと、銀の槍を無双してもらおうか。そう、しくったなぁ。皇族の存在をね、気づいてなかったよ。ミネルヴァが耐えれるかだなぁ。後の日、武器の使用数回復する杖が手に入る。それでワープを回復できる。あー、そういうのもあんのか。あー、なんとかこのソシアルナイトたちを左で抑えたい。あ、お前ら来んのか。あ、お前ら来んのか。そうか、届くのか、お前。全てのマップに盗賊は存在する。しかも、手槍のままじゃないか、ミスったよ。さらにミスってるよ。装備変えんのをね、ちょっと忘れてしまうな。耐えれんのかしら、これ。あ、動画が届かない。あ、弓兵相手に手槍とかバカげてる。で、この傭兵を倒さないと届かないんですよ。なぜならすべてのマップに村か宝箱があるから。そうね、それ狙ってくるよね。とりあえずエースさん頑張ってくれ。高速6だと。あ、こっち12あるわ。2回攻撃で沈めれるな、一応。もちろん。ナイス。そして盗賊は弱いユニットの経験値救済策でもあるから。そうなんだよね。闘技場を、前のショーの時か、盗賊しか狙ってなかったからな。さあ、もったいないですが。あ、でも高速、ちょっと待てよ。別高速、あ、5あんのか。5か。さすがに8はないよな。あー、いや、これなら、細身の槍でやるか？細身の槍なら、銀の槍使わなくて済む。攻撃力的に足りるよね。防御2だったね。防御2だよね。細身の方が良さそうだな。24与えれるもんね。よし、頑張れ。頑張って倒すんだ。これで 2% 外したら怒るぞ。
回避中を引かなければ。オッケー。会心出してるし。あとは、ミネルヴァが耐えれるかどうかだけど。こいつの必殺、必殺8。あー、2% 残るな。こいつも来るか。2体。2体か、もう、3体とか来るかな。こいつをどうしようか。で、ハーディもちょっと食らってんだな。死にはしないだろうが。細身ならならず者にも2回攻撃できる。だね。そしたら攻撃はしないでおくか。たまに手やりがいるんだよな。イニタオさんとシータやばいな。こいつね、うん、こいつはこのターンで確実にやるんだけど、ね、他をちょっと、他がちょっと、高いよなぁ。16か。こいつ、こいつ、ゼロ。拘束はないかな。じゃあ、うまくやったら倒せば。14だと、ああ、77か。オッケー、会心出ればいいなと思ったら出たよ。ナイスですよ。数回復する杖は大抵三種の神器のために使うのが一般的。そういうのがあるのか。お、倒した。ちょっと危ないね、あいつがね。
次、まだ来ないよな。確実にホグロ。三種の神器は攻撃すると経験値2倍。おお、それはすげえな。そして、会心出まくりだぞ。よし、あとは、こいつをほぐるだけだ。33。どうしよう、鉄の剣でいいか。あ、高速3あった。あ、でも大丈夫か。会心出ないといいなぁ。危ねぇ。危ない危ない。ナバールで倒そうと思ってた。倒されてしまうとこだった。オッケー。力来い。おぉ、力来た。よかったー。ナバールもね、ちょっと力があまり上がってなかったからね。やっと、モグマと並んだか。もし、あとは、ゆっくり進行できるかな。いや、まだわからんか。ならず者たち次第だな。マジか。なら、こっち優先でね。もし、ミネルヴァ、頑張れ。2% が怖え。2% が怖え。あ、でも、クリティカルで、でも。3か。大丈夫そうだな。よし、乗り切った。誰で倒そうかなぁ。あ、いくだ。お前に決めたぞ。よし。お、カイン力上がった。あれ？上がってほしいのはお前じゃないんだな。上がってほしいのはこいつだ。3も差が開いちまったじゃねえか。てか、ミネルヴァ何気に守備高いのな。あんま数値見てなかったけど。よーし、ガンガン進むぞ。
ちょっとミネルヴァでこいつら消せるか。砦ってあったっけ？ないか。どんなに弱いユニットでも三種の神器にマニュアルとあるアイテムがあれば全パラマックスになることが多い。おう、マニュアルってなんだ？あんま聞き覚えのない名称だった。そうか、全パラメーターマックスになるんだったら好きなキャラ使えるね。ミネルヴァの目標は配信を出さない。技コンブリレベルか。はい、23個目さんいらっしゃい。そうか、そういうアイテムがあるのね。オッケー、配信出なかった。ナイスだ。テス村方に出したんだよ。お前が来ないよ。来れないよ。大丈夫だ。マルス王子、私はアカネイアのスナイパー、ジョルジュと言います。パレスの戦いに敗れて、ドルーア帝国軍に捕まっていたのですが、やっと逃げ出してきました。ニーナ様があなたの保護を受けられていると聞き、ここでお待ちしていたのです。これからは私も銀の弓を持って祖国解放の戦いに力を尽くします。すげえ銀の弓だって。あ、力でもそんなでもないな。そしてこの人上級職だから。大陸一中、笑い。使いにくそうだ。笑いなの。伸びが悪いだろうな。見た目的には一番使いたいキャラだけど、笑。そうね。見た目がちょっとね。カシムさん、見た目悪いくせに力伸びまくるからな。こんな顔して脳筋だぜ、こいつ。面白いわ。減ってんのは、届かないな。
あ、届かなかった。ノーは高だったんだよ。ノーは高だったか。とりあえず一体はカシムで倒すとして、どっちもレベル一緒だっけ ?3、3、あ、3、5 だ。鉄の指で倒せる ?9 か。9ならいけるな。で、もう一体は、アベルか。誰でも良さそうだ。ちなみにこのゲーム命中 100% でも外すことあるから。会心でやがった。そうなの ?100% 避けるとか、どんなチートだ?なんかアイテムの力使ってとか、じゃないんかな。さあ、前に来てもらおうじゃないか。地に行かれても困るから、こっちにしようか。普通に避けるよ、めったにないけど。マジか。100% 普通に避けるとか。ありえねえだろう。めったにないだろうけど。あれかな、内部計算で最後プラス1とかされてんのかな。カイン回復しとこうかな。あと、ハーリーもか。なんとかあいつは、こいつで倒したいんだから。資産終了。そっちに来てくれたか。ありがたい。会心出すなよ。よし。よし、そしたら次枠いきますね。前枠2回、見逃してたけど。ゴードンで倒せるかな。オッス。いけるね。はい、お疲れ様。ゴードン使ってねえよ。スピードリング。はい、とりあえず行きまーす。